宮城県勝田軍の範囲勝田軍は、宮城県の軍。人口12,520人、面積4 1 5 9 2トル、人口密度30.1人、平平方メートル。以下の二町を含む。1878年に行政区画として発足した当時の軍域は、上記二町に白石市を加えた区域にあたる。養老5年10月に、 柴田軍の内南部の神田号、厚賀志号を咲いて、神田軍として独立させたことにより成立した。平安時代中期に成立した和名類受賞によれば、厚賀志号、神田号、坂田号、三田里の四郷が置かれていたとある。鎌倉時代以降は、欧州藤原氏の一族と称する白石氏が、勝田軍の中心勢力となる。白石氏は、伊達聖衣の子。 宗広を養子に迎えるなど、早くから南隣の伊達氏との関係が深かったこともあり、勝田軍内には伊達氏の影響が強く及んでいた。戦国時代には伊達種宗の勢力拡大に従って、白石氏をはじめとする勝田軍内の諸勢力は、その参加に組み込まれ、以後は伊達氏の武将として活動するも、天正14年に白石城主、 白石宗真が、伊達政宗により、足立軍宮森城に移され、白石氏は、勝田軍を去ることになった。天正18年、政宗は、豊臣秀吉に降伏。同年の欧州市沖で、勝田軍は、伊達領と確定され、引き続き領有を許されたものの、翌天正19年には政宗による火災、大崎一騎先導工作が露見したため伊達氏は、岩出山城へ、 現天保され、勝田軍は、長井、信信、伊達、田村、足達の、各軍と共に、会津の賀茂氏里に与えられた。慶長3年には、賀茂氏に代わって、会津に入法した、上杉影勝の領地となったが、慶長5年の関ヶ原の戦いに際して、徳川家康から、勝田軍を含む上記の丘陵を六軍の自力回復を許された政宗が、 白石城をはじめとする勝田軍内の諸城を上杉氏から奪還し、勝田軍は先代藩領となった。正宗は慶長7年に重臣、片倉月綱を白石城主とし、反社会勢南の固めを任せた。白石城は一国一条例の例外として扱われ、以後幕末に至るまで、代々片倉氏が城主を務めた。江戸時代を通じて、軍の下半は、 片倉市の地行地であった。明治元年仙台藩が母親戦争に敗北すると、勝田軍は没収され、同年12月12日に森岡藩から移された南部都市里の領地となったが、半年後に南部市は森岡へと復帰した。1、白石町に福岡村三、宮村4、縁田村5、 白川村6、大高沢村7、太平村8、西川村9、越下村10、小原村11、七河宿村自治体の変遷。ありがとうございます。